第2次リーフ戦争は、スペイン・モロッコ戦争と呼ばれる一連の紛争の一つで、スペイン王国とリーフ地方ベルベル人の間で行われた戦争。1898年の米西戦争で敗れた後、スペイン王国は北アフリカでの支配を拡大することによって失われた、威信を取り戻そうと試みた。スペイン王国は、モロッコのスルタン。 アブドゥルアジーズやハンスペインの部族をよそにメリリア近郊で鉱山を開拓する権利を地元部族の町と結んで採掘を開始した。結果、1908年8月8日に鉱山はハンスペイン勢力に属するリーフ族によって攻撃され、スペインに協力した部族の町は刑務所に送られて死亡した。事態を知ったマリナ将軍は リーフ族を鎮圧するための増援を本国に要求したが、スペイン政府は事態を軽んじて援軍要請を無視した。1909年7月9日、二度目の襲撃が開始されると、今度は植民用の鉄道に勤務する6人のスペイン人が殺された。自国民が死んだことでようやく思い越しを上げた、スペイン政府はアントーニオ首相の命令によって新たに召集された。 兵士を派遣した。中東軍は5000人から22000人へと大幅に増強されたが、スペイン軍は数の面でリーフ兵を大幅に上回る一方で、指揮やレンドにかけ、また現地の地図など初歩的な準備を行っていなかった。翌日、スペイン軍はメリリア近郊でリーフ族の教習を受けた。マリーナ将軍はカブレラ大佐を指揮官に軍を派遣したが、彼らは 夕暮れの中、道に迷って、目的地にたどり着けなかった。朝になって、ようやく目的地と、全く違う場所にいるのに気づいたが、そこで彼らは高所に隠れていたリーフ族の伏兵から、発砲を受けた。スペイン軍のうち、230人の兵士が、負傷、26名の兵士が戦死、また指揮官のカブレラも戦死した。移動中のスペイン軍は、ロボで、 リーフ族の伏兵に再び敗北した。この奇襲では軍隊を率いていた将軍1名と153名の兵士が死に600名が負傷した。リーフ族に攻撃を行えないままに損害が増え続け、最終的にスペイン軍は全ての攻撃を一発し中止せざるを得なくなった。政府は本国から さらに増援を派遣して3万5000人に増援され、加えて10方までもが、スペイン本国から持ち込まれた。8月末、スペイン軍は大攻勢を開始し、翌年の1月までにはどうにか反乱を鎮圧した。しかしこれは2517名の新たな犠牲者と、引き換えになった。ありがとうございます。